いやノイズだわパンツマジノイズだわ、うん、まあこのモードってさ、ちょっとこの後どうなるかは分かんないけどね、ここでの会話イベントが終わった後にどんな展開が待っているかはまだ見てないから、まあ、そこは把握できてないんだけど、ここまで遊んでみた感じスクールモードはまあすごい救済っていうかね、本編でみんなひどい死に方をねしてしまったわけで、そんなみんなと楽しく学園生活が過ごせるっていうのは、まあ、すごいいいモードだなって、これは全員分見ないといけないねっていう純粋な気持ちでね頑張ってさ見ようとしてるんだけど、それなりに頑張んないと見れないですからねこれね。ただなんか気づいたらみんなのパンツ集めてるっていう事実もついてきてるっていうかそんなつもりはなかったのに、なんか頑張ってみんなのパンツ集めたよっていう実績が解除されそうになってるっていうかね、その実績が別にいらんのだがちょっと女子のところとか行きにくいもんな、藤崎さんにすら行きにくいもんな、男子行こうかまず大和田くんから行く。大和田くんはどうだろうね、どうだろうねとか考えちゃうもんね話しかけるときにね。大和田くんはふんどしかな、別にヤンキーはふんどしではないか。でもさ何人だ、14人、そんなバリエーションなくねっていうのもあるよね男子なんてさ大体トランクスかボクサーブリーフの二択じゃねっていう気がするんですけど、やれやれだぜ、ブリーフはもう使っちゃったからな西丸くんで。いよいよだな、やっと外に出られるのか。そうだね、大和田くんと俺は外に出たかったんだよ、これで単車にも乗れるな。たくよ、長いこと相棒ほったらかしにしまったぜ。あー戻るの、クレイジーダイヤモンドに戻ったら思いっきり可愛がってやらねえとな。じゃあ大和田くんはまたチームに戻るんだね。おめえには前にも言ったよな、俺は高校クレイジーダイヤモンドを卒業した後のスクールモードでは別にあのやりとりは見てはいないんだけどね。ただここの会話発生する条件に通信簿埋めてるっていうのがあるんで、まあ、あれを見てる前提で話が進んでいくんですよね。俺の次の目標よ大工さんか、上ですよね。警察官もなんか良さそうではあるけど、正しいチームか、これ選ぶとどうなるんだろう。警察官になれば警察官になって逃げる側から捕まえる側になるだっけ、どういうつもりだ、俺のこと舐めて、別に舐めてはいないけど、いっぺんバラ肉にしまうか、ごめんごめん、今度はちゃんと言うから、あこれ戻れるか、ちゃんとあの三択に戻れますね、よかった終わっちゃうパターンもねなくはないもんね。新しいチームを作るんだっけとか言ってみるか、新しいチーム作るんだっけすいません、何適当なことぶっこいてやがんだ、ざけんなこれ、怒ってるな、まさかとは思うけど俺の話忘れたってのか、忘れてなんかないよ、大工さんになるんだよね台無しだな、せっかくの最後の会話イベントが大工さんになるんだよね、素敵な夢だと思うよ適当すぎるな、これまでの警察官とかのやり取りを見てると、おう照れてくれている、いろんなもんをぶっ壊してきた俺が何かを作り出す仕事に就く、なんつうか改めて考えると照れんな、別に笑ってくれてもいいんだぜ、笑わないけど、だから笑ったりなんかしないって、なあ兄弟、なあギオ、おめえやっぱいいやつだな、そうそうだ、おい世界一の大工になったらおめえの家建ててやっからよ、嬉しいね、楽しみにしてろよ、同級生に家建ててもらうとかなんかちょっと夢感あるな、それはいいね、待ってるよ、ダチのための家だからな、気合い入れて建ててやるぜ、だからそれまでは勝手に家建てんじゃねえぞそうなるのか分かったな、まあまあまあ家建てるタイミングで連絡すればいいんでしょう、あれそういう話なの、足りめえだろ、おいおい、それでもなんだ、苗木は俺が世界一の大工になれないっつうのか、そんなことないよ、僕も大和田くんならきっとやれると思う、ビルダーになってくれ、だろ、よしなら約束だ、
あ、男と男のな、この約束はきっと守られるんだろうな。おい、俺は必ず世界一の大工になって苗木の家を建ててやるぜ。あ、そう言って大和田くんは僕に手を差し出した。いや、やっぱ全員分見てよかったな。見ることにしてよかったわ。僕はその手を固く握り握手を交わす。ここから先どんな世界が広がっていたとしても、現実にしたい未来がある限り、そこに希望は必ずある。そうなんだよね。そうなんだよね。いや、これ見てよかったなって言いながら、俺頭の片隅にあったもん、パンツが。でもこの後パンツ渡してくんだよな、こいつって思ってたもんな。虎のパンツってこと？虎のパンツか。なるほどね。まあ、本編をやってるとちょっとニヤッとできるというかね。まあ、でも処刑のやつだからな。ニヤッとっていうか苦笑いではあるけどな。まあ、本編要素も若干取り込みつつみたいな感じなのかな。石丸くんにブリーフ要素は特になかった気もするけどな。うん、大和田くん。大和田愛用のボクサーパンツなんだね。バイクを乗り回す際に邪魔にならないよう、ぴっちりした下着。あー、そういう意味合いがあんだ。虎柄が特別好きなわけではないが、引き寄せられるように買ってしまったか。そうか。まあ、ゲットですね。大和田くんのパンツゲットですね。じゃあ、まあ、ずっと男子が続いてもあれだもんな。ってなると、まあ、前園さんしかいないんだけど。前園さん。前園さん行きますか。そうか、前園さんと一緒に学園出れるんですもんね。これはまあ嬉しいよね。やっとこの時が来ましたね。ね。この場所にたどり着くのにだいぶ長い時間がかかったような、そんな気がします。まあこのモード中でもね、50日は経ってるわけですよね。体育館に違いますよ。この希望ヶ峰学園を出られるってそういう意味です。そうだよね、ごめん。いえ、いいんです。私も何か変なこと言ってるなって自分で思っていますから。あのですね、でも不思議なんです。こうしてここを出るためにはいくつもの奇跡が必要だった。奇跡か、そんな気がしてならないんです。まあ実際このクマが自分のスペアをね用意し忘れるっていうね大きな奇跡がまずないと、あのまま殺し合いがね始まっていたっていうストーリーですよね。どうしてですかね、前園さん。あ、もう三択なんだ。奇跡は起こるよ。デジャブってやつ？僕も同じだよ。僕も同じだよ。どれだろう。なんかちょっと難しい感じすんな。これかな。奇跡は起こるよ。奇跡は起こるよ。いや、起こせるんだ。苗木くんらしいですね。でも普通の人にはそんなに多くの奇跡は起きないものですよ。だからこその奇跡。前園さん。あのですね。ここは苗木くんにとっては当たり前の、起こるべくして起きる未来。たどり着くべくしてたどり着いた未来なのかもしれません。私は…でも私にとっては違った。前園さん。この未来は、この結末は奇跡。スクールモードじゃない。あ、エスパーだから。スクールモードじゃない、本編中の意識もなんか持ってる感じ。そうだ、これからも前園さんと一緒にいられることはまさに奇跡そのものなのかもしれない。違うんだ。どれだろう。僕も同じだよかな。僕も同じだよ。僕も同じだよ。それに何よりも前園さんとここに来れて嬉しいんだ。私も嬉しいです。私ずっとずっと長い間、苗木くんと一緒に歩き始める日を待っていた。やっぱそういうことだよね。その時を迎えられない自分自身の運命を、
そんなこと言ってくれるんだ。その時を迎えられない自分自身の運命を呪ったこともありました。よかった。だけど苗木くんは今こうして私の隣にいてくれている。いくつもの奇跡が重なり合って今の私たちがある。私でも絶対にこうなるって私ずっと信じてもいたんです。なんかちょっと感動するねこれ。そうだよね、前園さんはまあプレイヤーにとってはさ、ゲーム始めて一番最初に死んじゃうだけのキャラクターで終わっちゃいますけどね。前園さんはなんかすごくその一番最初に死んでしまうキャラクターとしての矜持を持って今喋ってくれている気がして、熱いよね。どうしてだかわかります？それは正直わからないけど、あのですね、それは苗木くんが約束してくれたからここから出してくれるって。約束したんだよね。僕約束なんてしたっけ？教室でね、してませんよ。どういうこと？でも約束してくれたような気がしていたんです。私をここから出してくれるってことはどんなことをしても絶対にって、そう言ってくれた。ああ。思い出せんのか。思い出せるっていうか、苗木にもわかんの？きっとみんなで協力すれば逃げ道を見つけられるはずだよ。それにもしかしたらその前に助けが来るかもしれないし。でも逃げ道もなくて助けも来なかったら、その時は行ったわー。行ったね。僕は君をここから出してみせる。どんなことをしても絶対にだよ。スクールモードではしてないよね、当然。今のはなんだ？前園さんとこんな会話をした覚えは？いや、知ってる？僕は前園さんと。私。だから信じられたんです。この未来にたどり着くまで、苗木くんは絶対に諦めたりなんかしないって。嬉しい。ああ、よかったねー。これすごいいいね、前園さんのやつね。エスパーだから、エスパーっていう設定を利用したっていうこと？このスクールモードってあれなんですよね。一番最初の PSP 版ではないんだよね。移植、スイッチの移植で初めてなのかな。ちょっとそこはわかんないけど、しかもその最初のバージョンではなかったはずなんだよな。だから、まあ、前園さんを救うためにエスパーっていう設定を利用してこういう感じの会話イベント作ってくれたんかね。なんか俺もちょっと前園さんと一緒に泣いちゃうかも。だからありがとう。本当に私嬉しくて嬉しくて。笑顔のまま前園さんは一筋の涙を流した。そうだ、僕はここでないどこかで約束をしたんだ。僕の助手になってくれると言った前園さん、本当は前園さんと力を合わせてこの学園から脱出するはずだった。だけど僕はごめん前園さん。どうして謝るんですか？苗木くんが謝るようなことは何もないですよ。とてもとても長い時間君を待たせてしまった。それだけでも謝る理由には十分だよ。すごいね。前園さん最後でもよかったね。これだったらね。もう今更しょうがないが。前園さん本当に長い間待たせてごめん。苗木くん。私苗木くんがそう答えてくれるのを知っていましたよ。あのですね、全部知ってたんです。苗木くんが諦めずに最後まで頑張ってくれることも全部。だから全然辛くなんかなかったんですよ。エスパーですから。またそのセリフ聞けたか。うまいな。うまいわ。そう言っている前園さんの笑顔はとても輝いていて眩しくて、前園さんも救われるし、弾丸論破というゲームをね、愛している人もきっと救われた人は多いだろうな、これを見て。
この先いくつもの困難が立ちはだかるとしても、前園さんとならきっと乗り越えていける。奇跡を起こしたのは僕だけの力じゃない、前園さんとみんなとの絆の力なんだから。いやー、パンツじゃなくていいな。パンツじゃなくていい、前園さんはパンツじゃないんだって言いたかった俺。そっか、可愛いパンツだね。もうなんかこっから女子のパンツ手に入れるたびに可愛いパンツですねっていう感想しか言えなくなる気がするな。前園さん愛用の日常用下着、超高校級のアイドルたる彼女が履いたパンツは安物であろうと輝きを放つ。だが光は壁と。どういうこと、どういうことなんだ。可愛いパンツだね。可愛いパンツですね。じゃあ桑田レオン、藤崎さんっていう順番でいきますか。おっしゃ、やっと外に出られるぜ。よかったな。わけわかんねえことばっかだったけど、それももうおしまいなんだよな。うん、そうだね。あのモノクマっての結局何がしたかったんだよ。まあスクールモードの目線だとマジでわからんよな。何がしたかったんだろうな。それによ、こっちは入学するためにここに来たっつうのに。この世界だと江ノ島純子はいないのかな。モノクマ自身が本体だったのかな。てか本編もちょっとよくわかんない感じで終わりましたもんね。このクマ自身意識がある感じの。いやまあ俺はこの学校を辞めるつもりだったしいいんだけどさ。あー、それ本気なんだね。大阪桐蔭に戻るってやつな。あー、もしかして疑ってたんか。そんなつもりじゃないんだけどさ。なんか。まあこの学校卒業したら人生勝ち組っての、それを捨てちまうのは惜しいけどさ。おいこら、もう決めたんだ、俺はもう一度野球をやる。俺って、いや全然格好悪くないよね。格好悪いか。うん、そんなことないよ、すごくいいと思う。へへへへ、あんがたよ。ちゃんと前の学校の監督やチームメイトに頭下げてみるぜ。桑田くん嬉しそうだな。でも僕には気になることがある。あの桑田くん聞いてもいいかな。なんだよ。ここで三択？歌？バンドの話か。僕はやらないよ。誘われたことは一回もないよな、なぎくんは。別に野球にな。バンドにもないし。ポジションか。ポジション確かに気になる。あれ、でも、エースで4番って言ってたよね。だからピッチャーなんだよね、多分。一応聞いとく？ポジション聞くわ。ポジションはどこなの？は？なんだそれ、新手のジョークか？その、一応聞いとこうかなと思って。ね、俺がピッチャー以外やるわけねえだろ。その説明あったし、ね、そうだよね。僕は本当に聞きたかったのはこれじゃなくて。とぼけたやつだな、ナイル君。まあ上行きますか。歌は続けるの？まさかと思うけど歌は続けるの？あ、当たり前じゃねえか、続けるんだ。何、もしかして俺が野球一筋になるって思ってたんか。あ、別に桑田君の決意を疑っているわけじゃないんだ。ただ野球と歌を両立するのは大変なんじゃないかなって思っただけで。両方の夢を追いかけていくのか。分かってねえな、苗木。だからやるんじゃねえか。え？スポーツ選手の寿命は短いんだぜ。いくら俺が超高校級の野球選手だとしても、そうね、まあやれて50だよね。50まで先発投手張るぐらいだな。さすがに一生現役でいられるなんて思っちゃいねえよ。でもよ、スター選手になれば、ああ引退後のね道も考えないとね。バラエティ番組のオファーもあるじゃん。投げて歌える元超高校級のプロ野球選手、うん、正しい。いやでもそれを言われると俺が浮かぶのは元ヤクルトの吉典ですけどね。うん、もうすでにいる気はするな。どうよ、苗木、新しいとは思うよ。だろう。あと元ロッテの里崎選手はディナーショーもやってたからな、現役時代から。俺が野球だけじゃなくて、でもってミュージシャンでもない、俺だけの新しい道だ。割と先達はいる気もしなくもないわ。んでさ、まあなんつうか、この新しい道を見つけられたのは
ああ、おめえがいろいろと俺の話を聞いてくれたおかげだと思うんだよな。桑田くんなりに感謝してくれてたんだね、なぎくんに。そんな僕は何もしてないよ。つかさ、本当にただ聞くだけしかしてないけどね、桑田くんには。まあまあそう言うなって。未来のスーパースターからの感謝なんだし、ありがたくもらっとけよ。そう言って笑う桑田くんの笑顔はとても輝いていて眩しくて。じゃあもらっておくね。おう、マジで案外とな、苗木。パンツ渡されてるから。これからたとえ暗闇に飲まれるようなことがあっても、桑田くんならきっと乗り越えていける。僕の隣で未来を語って笑う桑田くんも、僕にとって希望の一つの形なんだから。そうだな。うん。ああ、意外にバリエーション出してきますね、やっぱね。こういう系なんだ。桑田のパンツ。クワパン。桑田用のスポーツ用ショーツ。こういうの生えてんのかな？野球部の人も。口では嫌いと言っても、やはり心の奥には野球というスポーツに対する特別な思いがある。なぜなら彼もまた特別な存在だからです。可愛いパンツですね。じゃあ藤崎さん行きますか。藤崎さんでこのパートは一回区切ろうか。藤崎さんはどういうパンツなんだろうな。藤崎さんの場合なんか女子よりそれを考えることが犯罪的というか、まずい。なんか背徳感を感じてしまうな。まあわかるよね。本当にこれで外に出られるのかな。大丈夫だよ、うさみの言葉を信じよう。うさみはもう止まっちゃったんですよね。なぎくんとても嬉しそうだね。え、そんなに顔に出ていたかな。うん、うん、今までで一番素敵な笑顔をしているよ。そうかい。きっとなぎくんはここから出てやりたいことがたくさんあるから。たくさんあんのかね、なぎくん。その気持ちが溢れ出ているんだね。それは藤崎さんも一緒なんじゃない。AI ね、作る研究ね、やりたいんだもんね。藤崎さん、あのね、わからないんだ。ここを出てその後どうしたらいいのか。なりたい自分はあるし、目標もあるけど、どうしよう。どうしたらそこにたどり着けるのか全然わからないよ。なぎくん、どうしたらいいのかな。藤崎さんならできるよ。夢中になればいいんだよ。とにかく頑張ってはちょっと無責任な感じすんな。あれ、どれだろうこれ。夢中になれるものはあるっていう話してたもんね。あ、まあでも藤崎さんは強いんだよっていうことを言ってあげたいよね。藤崎さんならできるよかな。藤崎さんならできるよ、僕はそう信じているから。藤崎さんが強い人っていうことはね、分かってるからね、プレイヤーは。ごめんね、苗木くん。そんなに強くなれない。すぐに自分の世界に逃げ込んじゃう弱い人間だから。苗木くんが思ってくれているような人間じゃないんだ。藤崎さん。あ、やべ。ダメだった。しまった。励ますつもりで藤崎さんを追い詰めてしまった。真ん中かな、じゃあ。夢中になればいいんだよ。夢中になればいいんだよね。うん。うん、苗木くんがそう教えてくれたよね。それで分かったような気がしていたけど、でもやっぱり。藤崎さん、焦らなくてもいいよ。ゆっくり自分のペースでゴールに向かえばいいんじゃないかな。気持ちを切り替えたからって、そのまま突き進めるほど人って単純じゃないよ。だから藤崎さんは藤崎さんのスピードで進めばいいんだ。苗木くん。ゆっくりでも諦めさえしなければ前には進んでいるわけだしね。人の相談に乗る苗木くん、マジでできた人ですよね。うんうん。苗木くんのおかげで怖いの止まったみたい。そっか、役に立てて嬉しいよ。じゃあ苗木くん、今一歩目をここで踏み出してもいいかな。一歩目。そうしないと外に出ても立ち止まったままになっちゃいそうで。いいけど、ここでできることなんだ。自分の性別を告白しようとしているのかな。
そこで藤崎さんは目を閉じ、大きく息を吸ってゆっくりと吐いた。そして、あのね、なぎくん、驚かないで聞いてほしいんだけど。男なんだ。男って何が？だからその、僕は本当は男なんだ。頑張って言ってくれている。苗木くん。はい。多分本編でもこういう感じで大和田くんに言ったんだろうな。つれえ思い出をよみがえってきてしまうな。あ、ごめん、驚かしちゃったけど、ちょっと聞き間違いじゃないよね。さっき藤崎さん、僕って自分が男って、苗木くんを真似してみたんだけど、あ、自分の呼び方似合わないかな。似合わないっていうか、藤崎さんは女の子なんだから。違うよ、男なんだ。座ってくれダメだろバカ。お前マジバカ。あのさ、なんでここでそんな冗談を言うのか僕にはさっぱりわかんない。全然わかってくれないの、苗木くん。勘弁してくれ、それは。そうだよね、冗談にしか聞こえないよね。でも本当なんだ。涙目になって、でもすごく真剣に藤崎さんは僕に訴えてくる。それは冗談を言ってるようには見えなくて、でもいくらなんだよ。いや、受け止めてやってくれよ、早く。早めに受け取ってくれ。確かめてくれてもいいよ。え？確かめるって？見ただけじゃわからないし、まさか触って、そんなことできないよ。どうしよう。顔はからめるんじゃないよ。じゃあちょっと藤崎さん。え？突然腕をつかまれ、思わず大声を上げてしまった。僕にお構いなしに。わあ、どんなリアクションよ。藤崎さんはそのまま僕の手を自分の体に押し付けた。大胆すぎるでしょ。あれ？でもそこにあるはずの覚悟していた感触は、僕の手に伝わってこない。あるはずのものがない。なんだろう、胸ってこと？これで分かってくれたかな。分かってくれたんだ。そこまでしないと分からんのか。よくないね。あまりのことに混乱しつつも僕はうなずく。確かに藤崎さん男っていうか、前園さんの時はな、本編の記憶を思い出したのにな。すんなりと思い出してほしかったわ。こっちでも藤崎さんは男、僕と同じ男性だ。ごめんなさい。驚かせちゃったよね。なんていうか、その男性っていうのにも驚いたんだけど、藤崎さんの大胆さにも。そうだね、それは必要だったから。なりたい自分に、男だって堂々とできる強い自分に近づくために。あのね聞いてくれる？それから藤崎さんはどうして女性になりきっているのかを話してくれた。小さい頃から男のくせにと言われる自分の弱さにコンプレックスがあったこと、だから女性というさらなる弱さの中に逃げ込んでしまったことを。けどね、ここでみんなと一緒にいて、そして苗木くんとたくさんお話しして、僕は変わりたいって思ったんだ。みんなを騙している弱い僕じゃなくて、本当の姿で本当の仲間になりたいから。俺、あの本編中で見せられた消えちゃった2年間の記憶、あの学園生活の中では多分みんなに言えてたんだよね、藤崎さんはね。じゃなきゃあんな感じで大和田くんと桑田レオンと写真撮れないんじゃないかなって思うし。藤崎さん、あのね苗木くん、こんなこと聞いたらもっともっと困らせちゃうかもしれないけど、こういう女だってずっと嘘をついていた相手でも友達でいてくれる？当然だよ。いいの？
僕は藤崎さん、いや藤崎くんの勇気と強さを尊敬するよ。藤崎くんって呼ばれたいんですかね、本人は。どうなんだろう、尊敬だなんて。僕はそんなに強くないよ。まだ苗木くん以外には言えそうもないし、いずれ言える日が来るよ。そんなこと言わないでよ。え？藤崎くんは誰よりも強いんだ。救われたしね、藤崎さんが作ったアルターエゴにね。だって人間は自分の弱さを認めることだって難しいんだよ。けど藤崎くんは弱さと向き合って、それを乗り越えようって一歩を踏み出した。そんな僕が尊敬する強い藤崎くんに弱気なことを言ってほしくない。なぎくん、ありがとう。そんなに理解してくれなかったのにな。ありがとう。なぎくんはいつだってそうやって励ましてくれる。怖くなって立ち止まりそうになるたびに背中を押してくれるんだ。誰の前でも本当の自分でいられるくらい強くなれるまで手伝いをしてほしいんだ。手伝い、女子会超高校級の甘えかもしれないけど、またいろいろ相談してもいいかな。もちろん大学超高校級のカウンセラーに普通になれますもん。友達なんだから遠慮しないで何でも話して。それに僕も藤崎くんになら何でも話せるし相談できるから、これからもよろしく。うん、うん、僕たちは頼りないながらも互いに支え合って生きている。一人じゃないから一人でも頑張れる。そんな希望を新たに手にして僕たちはこれからも前に進むんだ。ああ、こういう系か、こういう系なんだ。あられちゃんみたいなね、こういうタイプか。藤崎愛用のかぼちゃパンツ、不意にスカートの中を見られてもすぐに男子とは分からない。あーあー確かにね、そう言われるとまあ納得。あ、それを考えてのチョイスってこと。こういった下着を選ぶことからも彼の弱さに対する変質的なまでの強さを感じられる。それは確かにな、強いね。やっぱ強いんだよな藤崎さんはな。よくわかるね。はあ、とりあえず一回ここで区切りますかね。一パート4人ぐらい、結構藤崎さんの方が結構時間的に長かった気がする。うん、いや、いいイベントだと思いますよ。頑張ってみる価値あるよ。パンツも集められるしね。